なんですか。はい、ありがとうございます。はいはい、わかりました。それでは失礼します。おう、移送も全部電車姫様がご手配くださったのか。はい、ストーブ客車明日にもお人よに届くそうです。しかも議案通過がならなくても返却不要ってことで。なんとも力強いご応援だな。議案がもしも通らなくても諦めるなということだ。ですよね、やっぱり。だが、ご無用な気遣いだ。議案は必ず通過できる。大丈夫、私に任せてください。どれほど反対されたって必ず議案を通過させる。私たちには、私たちならそれができます。うん、おっと、時間になるな。これでいいか。他に準備することがあったら言ってくれ。お人よしみんの会、篠原くん。はい、市長、
よろしくお願いします。お願いします。マイントレジャー計画について、これは助成金を見込まれての事業となられますか？技術継承担保にかかる助成金の申請を提出しようと現時点では予定しております。旧十銭炭鉱も助成金を頼りに運営されていたことを知っておられますか？その点勉強させていただきました。国内炭保護のための助成金を22期連続で。石炭需要がのうなったと、そういば打ち切られた時、十銭炭鉱の命脈もまた尽きたとです。承知しております。助成金に頼っての経済復興は過去の過ちば繰り返すだけと市長は思われませんとですか？ご懸念ごもっともと存じますが、助成金がなくともマイントレジャーは採算を取れる計画となっております。初年度の来場者数を20万人確保でき、年 10% の増加を3年継続できれば、4年目からは単体黒字に到達します。廃炭鉱に20万人もの人が訪れるとは思えませんが。単なる廃炭鉱ならそうでしょう。しかしそれを魅力的なものとするためのテーマパーク化です。これは滋賀県長浜市の白壁スクエアの写真です。街並みそのものをテーマパーク化した成功例です。地元の人間にとってはありふれた光景であっても、観光客には見たことのない景色です。ありふれたではなか、目にしたくない光景ばい。お人よが術戦炭鉱にどれほど多くを注ぎ込んだか、その誤った判断のあれは醜か残りかすたい。いいえいいえ、篠原議員、誤った判断だったとそう結論付けるにはまだ早すぎます。技術継承炭鉱としての助成をほぼ確実に受けられると、これは水面下でのお墨付きをいただいてます。じゃけん助成金に頼るようでは。考えてみてください、篠原議員。技術継承炭鉱にどのような炭鉱が選ばれるかを。術戦炭鉱は廃鉱のギリギリまで設備投資と技術錬磨とを惜しまなかった。その設備は放棄されず、再稼働を信じて保存された。再開発の手は及ばず、一体全て欠けるものなく残された。技術継承炭鉱としての再稼働には炭鉱労働者だった方々の再雇用が必須となります。その方々とテーマパークの従業員となる若者たちとの交流は、お人よに新たな活気を呼ぶはずです。術戦炭鉱にはまだ多くの石炭が眠り、それだけにとどまらぬ無数の価値が眠っているのです。術戦炭鉱の再評価は第三者によって行われるべきです。国により、観光客により、若者により、お人よのかつての判断が決して過ちではなかったと、それが証明されることを私は確信しています。見てみんふりば、わしらしてきよったということか。
いけんの。そがいなことではいけん。術船炭鉱の再建証なしにエアクラ工場を誘致して目つむったまま手羽引いてもらおうとしておったのか。お人よが元から持っているもの、その再評価をマイントレジャー計画は望むだけです。父の愛したお人よを、その歴史を私は信じています。議員の皆様におかれましてもそれは同様と信じます。よかご答弁をありがとうございます。市長、わしの質問はこれで十分とです。篠原議員の質問を終わります。他に質疑のある方はございませんか。なければ議決に入ります。まず赤い阿蘇神社の文化財申請に関する議案。賛成多数と認め本案を可決いたします。続いて旧術船炭鉱の技術継承炭鉱としての助成申請案。賛成多数と認め本案を可決いたします。続いてマイントレジャーによる術船炭鉱地域再開発案。賛成の議員の方は挙手を願います。賛成多数と認め本案を可決いたします。やばい、ちょ、なぎちゃん、傍聴席は静粛に願います。私やりました。うん、見ていた。とても見事だった。強くなったな、ポーレットは。違いますよ、ソーテツ君、二人で強くなったんです。ああ、ならばご褒美をもらえるか。ああ、奇遇ですね。私もご褒美ソーテツ君からもらいたいなって思ってました。なら、ポーレット、ソーテツ君、信号進行、よし、すぐに上り勾配です。逆転機を。逆転機、締め切り率 30% では足りません。 38% に。ストーブ客車の重量分86には力が必要です。逆転機、締め切り率37、 38%、 よし、26、27、28、29。ナギさんも上げてください。2分あたりであと10杯ずつ。了解ばい。
い、今日は。うん、役者を弾いているんだから、ここのじゃなくお客さんたちの評価を聞かないと。こちらは私が。お二人は深見様と木崎様とのご評価を聞いてきてください。わかった、聞いてくるわい。見事なものだな。さようですね。お若いとはいえ、この短期間によくもここまで。無論二人も見事だが、より見事なのは八六だ。え？それこそこの短期間によくも二人をあそこまで磨き上げたものだ。ああ、そのことですか。でしたらそれは私だけの力ではございませんよ。無論彼女らの努力は極めて大きかろう。それも当然ございます。ですがもう一つ、宗哲様のお力が。僕の力も何も。宗哲様はお名前の通りの力を有しておられます。名前。宗哲様はレールなのです。行くべき先をまっすぐにお示しくださいます。僕はレールか。マイントレジャー計画を、お人よが、私たちが目指す未来を、宗哲様がまっすぐにお示しくださったから。だから迷わず進めたのです。響きも凪も私も。そうか。その都度必死で目の前のことに向き合っていただけだ。あるいは僕が一番先を見通せてなかったのかもしれん。宗哲様、私と八六とはもう走れます。僕は責任を果たせたのか。それはさようかと思いますが、8620も私もマスターなしでは不安です。そうか。ならですが、今ひとときのことならば、客車試験の間くらいは。頑張れます。宗哲様がいてくださらなくても走れます。私の妹分をよろしくお願いいたします。あの子もどうかもう一度不安なく走れるように。レイナを支えるポーレットを僕は支えようと思う。きっとそれが一番良い結果につながるはずだ。宗哲様の信じるままになさるのが一番良いと、この八六も信じます。うん、ベストを尽くす。君たちが再び心置きなく走り出せるようにも。はい。なんだ。今少しだけいいかな、宗哲。なんだ、君か、宝生キサキ。なんだとは随分のご挨拶だね。上がらせてもらって平気かな。キャブにか。無論構わんが。あ、宗哲様、私、灰箱のお掃除をしてまいります。うん。相変わらず気の利く子だね、彼女は。何か内密の話があるのか。うん、動揺を招きかねない。けど
君たちが知っておかねば危ういという話が一つ。元正しがらみか。僕の警告を気にしてくれていたようだね。嬉しいよ。父はマイントレジャー計画に一定の評価を与えているが、それでもエアクラ工場誘致の方が勝ると判断してる。元正氏の立場からすればそうだろうな。環境負荷のことと将来的なこととを考えないのならば、エアクラ工場誘致は確かに優れた再生計画だから。しかし議会はマイントレジャーの方がお人用の未来を託すのによりふさわしい計画だとすでに判断している。すでに事態は行政レベルで動いているのだ。これを今から覆すのはいかに元正しでも苦しかろうだね。父もそう判断した。だから覆そうとはしてない。一度は立たせて、その後潰す。父はそれを短期決戦で行う腹だ。短期決戦とは？ここからが聞かれてはまずい話の中心なんだ。すまない、ソーデツ。耳を借りるよ。大臣視察ですか？うん、経産大臣と文科大臣、資源エネルギー庁と文化庁とそれぞれ所轄する大臣ですよね。ああ、なるほど。つまりは技術継承担当の認定と文化財認定とにそれぞれ権限を持っている方々ですか？はい、そうなります。その方々がお人よへの視察を予定しておられると。予定？予定って？予定は予定だ。来月10日にお二方揃ってお人よへの視察を予定しておられるそうだ。予定って？だってそんな急すぎませんか？来月の10日とかいくらなんでも。いくらなんでも急すぎ、準備が間に合わん。それこそが宝生元忠の狙いなわけだ。宝生さん、えげつなことね。マイントレジャー計画ば潰そういうこつかね。ですね。視察でどうしようもないと判断されれば、降りるはずの認可も降りなくなる。そうなってしまえば収支計画に暗雲が立ち込め、出資をためらうものが出てきてしまうかもしれません。確かな話ならば至急の対策が必要となりましょうが、その情報の出所は？宝生木崎、熊本銀行人吉店長です。宝生さんのお嬢さんですか？木崎は響の学園での先輩でもあるのです。それで。どうして木崎さんはその話を総鉄君に？伝え方が難しいと思ったそうだ。つまり僕なら最適の形を選べると思ってくれたそうだ。ポレット、君へといつどのように伝えるか。それでですか。それで皆さんをお呼びして、お呼びした上でこういう形で伝えてくれた。以前のポーレット2であればもう少し慎重に伝えていたかもしれん。しかし今のポーレットとならば大丈夫だと考えた。今の僕らなら支え合い、より良い判断を下せると。
お三方をお呼びしたのは、この案件がお三方に密接に影響するとも考えたからです。お三方ですか。何でもいい。もう一度でも走れるのならそれだけでいいということだが、レイナどうだ。レイナは、はよ。私の望みならね、レイナ。レイナの本当の望みを飾らず聞かせてもらうこと。はいです。あのですね、ミーロクちゃん、キハレイナナはとっても素敵な機動車なんです。だからレイナ、ミーロクちゃんにも走らせてほしいって思ってるんです。レイナと二人代わり番子で。ならば自分は。レイナ、ボーレットにお願いします。それから赤い宮司さんにもお願いします。レイナとキハレイナナを回収させてください。ガソリン機動車の昔の姿に。うん、それで26ちゃんにもレイナのバックアップデータあげてください。私に稲屋があろうはずもありません。これでこいつが再び走れるというのなら。感謝します、レイナさん。こいつにそこまでを許してくれて。そんなの当たり前ですよ。レイナ、26ちゃんのお姉さんなんですから。というのが私たちの希望なんですけれど、技術的にはどうでしょうか。ノーリスクとはいかんばい。レイナーの記憶に何らかの障害が出る危険性があるけんね。レイナはどう。レイナ、それでもへいちゃらです。だってもしもレイナが今のレイナと違っちゃっても、ポーレットは、それから相鉄さんも。もちろんよ、レイナ。変わらず接する。今のレイナと同じに。はいです。だからレイナ、何にも怖くありません。なら、そいはそいでようか。で、何を失っても構わん。だから再び走らせてくれ。こいつの望む通りに、どうか。話が早かね。なら、恋が見積もりばい。レイルロードの調整だけだって、とてもこんなお値段じゃ。払えるようになったらもっと稼がせてもらうけん。今回んとこはそれでよかとよ。ございます。で、いつから取り掛かっと。こっちはいつからでもよかっけ。ならば今すぐに。レイナもそれで平気ですよ。であるのならば付き添ってやれ。はい。その間、相鉄くんにはいろいろお願いしちゃいますね。ああ、清春。ああ、私にも何かできることがあれば言ってください。大臣視察までにパンフレットを作成したいと思います。
響にも協力をしてもらって。ですので、奇獣馬に関する画像資料をできるだけ、他の面でも活用させてもらいたく思いますので。わかりました。抜き出して整理しておきましょう。他には？今はひとまずそれだけで、むしろ赤い宮司には、26の回収完了後、ご活躍願いたく思っております。すみません、こんな時間に来ていただいて。全然、だってお弁当の話なんでしょ。はい。お弁当？うん、観光振興の重要な一助となろうかと考え、お人よしらしい駅弁の開発をお願いしているのだ。じゃあ私は駅弁のパッケージかよかとね。かけがみ。じゃあ、その駅弁の、その駅弁のかけがみ、どんな絵柄にするんです？さて、それなのだが、僕は奇獣馬を一つのキーにできないだろうかと考えている。まあ、妥当よね。赤井さん、それで文化財申請でしょ？でも、奇獣馬…鶏肉と馬肉？それでも良いのですが、奇獣馬はせっかくこんなに可愛らしいものですので、例えば、何かの食材を奇獣馬に見立てることはできないでしょうか。鮎の甘露煮。それいいかも。鮎もお人屋の超名物だし。なんで気づかなかったんだろう。見慣れすぎかな。とにかく鮎の甘露煮よ。あと人参の煮物ね。なるほど、人参の煮物が車輪ですか。それはいい。味的にも相性バッチリに思えますし。もちろんバッチリにまとめるの。こっちはそれが仕事なんだから。よし、兄さん、こんな感じでどうでしょう。もう書いたのか。当然ですよ。こっちはこれが仕事ですから。奇獣馬のそのままとか、擬人化とか、萌えキャラ化とかも考えてたんですけど、いまいちで。今のできました。アイディアをくれって。奇獣馬なんだし、馬にしちゃえばよかったんだって。馬なら上に誰かが乗るの？そうです、大正解。上には熊川ですから。当然熊か。そう、その名もじゃじゃーん、キジクマちゃん。わお、これは単純に可愛いな。それに、どこか懐かしくもある。甲府姿ということは、マイントレジャーにも絡ませるのかな。前からそれも考えてましたし、さっき兄さん、キーって言いましたから。うん、僕としては大賛成だ。無論、ポーレットたちの意見も聞かねばなるまいが。それじゃあ、長山さんはどうですか？オッケー、来たこれ。石炭でしょ？黒ごまを衣に混ぜた石炭唐揚げ。それ美味しそう。あとは熊なら蜂蜜ね。甘露煮に蜂蜜使って、デザートにも蜂蜜と柚子のゼリーをつける。すごい、全部お人屋の特産。箸休めにこれも特産のわさび漬けで、お米も熊本米で、山地町の名物駅弁出来上がり。おお。これはいけそうな気がするな。そう？なら試作するわね。
材料も吟味したいし、1週間もらえるかな。わかりました。では1週間後で。オッケー。じゃあ1週間後の今日のお昼に市役所に持っていくわね。了解しました。よろしくお願いします。じゃあ私もそれまでにもうちょっとまとめとく。すまんが、それもよろしく頼む。で、兄に出かけるの？ああ、慌ただしくて申し訳ない。そういうもんでしょ、こういう時は。確かに、だな。そういうもんだ。そういうもんって、何してくるの？美濃笠さんのところにもご相談だ。職人周りをできる限りまとめていただきたいのでな。ああ、マイントレジャーの宝箱？ああ。そっか、ニーニも大変だね、本当に。いや、大部分はポーレットに任せておけるからな。僕はその隙間を埋めればいいだけだ。ああ、そっか、そうだよね。分かってたけど、やっぱそういうことだよね。うん。の。響き、何を。何って、後押しですよ、兄さん。可愛い兄さんの妹の。ほら、さっさと言ってください。言って、幸せになってください。言われずとも言ってくる。